気になるホロライブのニュースをまるっとお届け、あさみよニュース。ホロライブ事務所の窓からそうめんが、先日ですね、ホロライブの事務所の窓から流しそうめんが流れるというイベントが発生しました。天気がいいからという思いつきな理由で行われたらしいのですが、あまりにも突発すぎて参加者はあまりいなかったようです。うちはたまたまいたので浴衣で参加させていただいたんですが、そうめんの他にもたまに刻みネギも流れてきましたよ。関係者の A ちゃんによりますと、1階まで流れたそうめんを集めて、また事務所のある階まで何回も往復移動するのが大変だったから、もう二度とやりたくないとのこと。しかし楽しいイベントなので再演を望む声は多そうです。うちはちゃんとお知らせしてからもう一回やってほしいなと思いました。お次のニュースはこちら、ミオファの新フォルムがシルエットでお披露目されました。既存のデザインを踏襲しつつ新しい姿が公開される見込みとのことで、いろいろとオプションが増えてそうですね。なんか持ってたりとかするな。なんかね、あの公開時期は未定とのことなんですが、2050年までには公開したいと関係者から意気込みを聞くことに成功しました。ちょっと2050年はちょっと遠い気はしますけどね。ちょっとミオファの時間感覚どうなってんだよ。本日この後歌ってみたを公開します。なんとまだ曲名を発表してないんですが、ここで曲名を発表したいと思います。気になるよね。気になる歌ってみたの曲名を誰も予想できないだろう発表したいと思います。今回の歌ってみたのタイトルはこちら、超有名曲カナリアさんのキングを歌わせていただきました。今まで歌が好きで結構なんかこう歌頑張りたいみたいな感じにもかかわらず、狼ミオは歌ってみたを出すペースがバリ遅くて、流行曲の歌ってみたを今まで出せずにいました。これ出す頃にはもう流行終わってるかもみたいな、なんか そういうなんかこうマイナスな感情を抱いてしまい、なかなかこう歌ってみたを出せなかったんですが、まあ今年はね、歌ってみた頑張るぞということで、初心に帰ってまずは歌ってみたの、まあ登竜門じゃないですけれども、キングをですね歌ってみようと思いまして、はい、今までさ、うちさ、エイプリルフールってなんかおーなんかこうたなんていうの、比較的な感じでしっかりと用意してやったりとかってあんまりしてこなくて、前日にどうしようか悩んだ結果 X のアイコンと名前を変えてやったりとかすることが多かったんだけど、今年はまあ大げさな準備ではないけれども、あさみよニュースをちょっとフェイクニュースを混ぜるというまあたまたまね、エイプリルフールがあさみよに被るということでね、一生懸命作っておりました。で、あのエイプリルフールに歌ってみたを出すっていうのが別にエイプリルフールじゃなくても全然良かったんですけど、ガチだと思ってた？嘘でしょ？結構しっかりと冗談だと思ってたんだけど、流しそうめんとミオファはフェイクニュースなんですけど、いやなんか他にもいろいろ考えてたんだけど、まあ、あんまりめちゃくちゃやりまくるのもどうかと思って2つに絞らせていただきまして、あ、よかったフェイクニュースだよって伝えといて、なんか本気で信じてる人がもしいたんだとしたら、それはそれでちょっとあれなんでね、ちゃんと訂正しておきましょう。いや、ミオファのシルエットとか明らかにおかしかったろ。これな、なんか手にお玉持ってたりとか、なんか頭からなんか目みたいの生えてきたりとか。うちがこれ付け足したんだよ、これ。シルエットにぬりぬりしたんだよ。ホロライブならやりそう。2050年までに実装ってあまりにも悠長すぎるでしょ。26年間、ミオファの新フォルムを考えるって、悠長すぎる。近々お披露目とか言うと本当っぽいなって思ったんで、じゃあ2050年までに実装とか言うと、なんかフェイクっぽいかなとか、いろいろ考えて、メモったりとかしたんですよ。こういうニュースにしようみたいな感じで、しっかりと関係者からの話では、とか、ちゃんとね、ニュースっぽくね、
考えたんだって。まあでもよかった、みんなね信じてたみたいで信じてたのがいいのか分かんなかったですけど、目処は立ってないけどやるのかと思った全くそういう話ないですね今のところね。あのフェイクニュースなんでね、騙された、あららら。らどうなんだろうね、エイプリルフールってやっぱ信じてもらった方が嬉しいもんなのかな。騙されちゃったの、プププみたいな感じでなんかうちは結構絶対に嘘だろみたいなことを聞いて、それを考えてるところとかを想像して楽しむみたいなイメージだったけどね、これがきっかけで実現するかもするかしませんよ、そんなホロライブの事務所から流しそうめん流れてこないよ、そんなやべえだろ、窓から流しそうめん流れてきたら。あの角度だとほとんどフリーフォールだし、もう多分めちゃくちゃ速くてキャッチするの大変だよ。そしてですね、まあ、先ほど告知させていただいたんですけど、8時半からうちのねキングがプレミア公開で見れるのでね、よかったらあの概要欄に URL が貼ってあるので、よかったら行ってみてください。来ちゃう、 うるせえ。いやこれねイラストバチかっこいいからね、まあ、このエイプリルフールのタイミングでこう謎に公開させてもらうことになりました。まだフェイクかと思ってる、そんな信じてよ、本当に歌ったんだって。はあ。フェイクじゃないって。